ひなみざわの平和を乱す悪人どもめ、僕の里子を離すのです。リカ、来ないでくださいまし。何生意気抜かしてんねん、このダラズ。お前のようなお嬢ちゃん、我ら四天王に勝てると思うかい？これまで何度も私たちの悪巧みを邪魔してくれたけど、魔法少女おやしろリカ、今日という日をあなたの本当の命日にしてあげます。しまった。夢、私成長したらああなるのかしら。リカ、リカ、逃げてくださいな。早く、早く。サトコ、サトコ。リカ、無事でしたのね。よかった。もう大丈夫なのですよ。もしかして、サトコも僕が魔法少女になった夢を見ていたのですか？夢？昨日、リカが西宮殿から持ってきた杖ですわね。見覚えがないからって。そうなのです、僕が知らない道具が西宮殿にあるのは不思議なのです。きっと、こんなものを置いておいたからおかしな夢を見たんですわ。でも、二人で同じ夢を見るのは変なのです。一体、何が？やれやれ、仕方ないわね。きらめけ、おやしろニパニパワー、クリスタルレイアップ。魔法少女、おやしろリカ。すごく楽しそうなのですハニー。本当はああいうの好きなんじゃありませんかしら。大人になれると思ってたみたいですハニー。ずっと子供だったから成長した姿に憧れてたんですのね。不憫ですわ。宮城様、力をくださいな。私にリカやみんなを守れる力を。その言葉を待っていたのですハニュー。サトコ、その心は今こそ大いなる力となるのですハニュー。いいな。それはもちろん俺が最初からあの霧に影響されていたからさ。さては、さっきニーニーに怪我をさせたのもあなたですわね。そうよ、ムラムラと誰かをぶん殴りたくなってな。やれやれ、こちらの世界のケイチも時々爪が甘い。ケイチごめん。